ミリオンキス TV。 ミリオンキス TV やったー。かいちゃんなんかさ、こう、うん、寒くなったし、うん、もう12月だね。早いですね。ねえ、ね、かいちゃん、うん、あそこから歩いてくる人誰？お坊さんだ。あれ、かいちゃんそれそうって言うんじゃないかな。え、あ、そうって、そうって言う。いやいや、間違えました。そう、そうだ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 、めちゃめちゃめちゃ、そうだ、そうだ、そうです、そうです。かいちゃんかわいい。そうです、間違えました。そうです、そうです。ね、私たちは、うん、まあ宮城と岩手。そうです、岩手です。なんて言ってもね、うん、太平洋側。そう、海、海側だから、うん、魚が大好き。魚が大好きです。ひとみんさんは、はい、ここでクイズです。クイズです。ひとみんさんは回転寿司に行くときに一番最初に食べるお魚は何ですか？マグロです。マグロ。マグロ。じゃあ、はい、二皿目は、それがクイズ。クイズです。クイズです。さて何でしょう、皆さん。それではですね、番組にメッセージ、はい、ね、寄せてください。寄せてください。答えを。答えを寄せてください。さい。それではメールアドレスを申し上げます。senju@cwav.jp、senju@cwav.jp まで。答えをお寄せください。お寄せください。なんかね、二人でやるとなんかさ、うん、ズズベになりそうだね。ジュジュベになりそうだ。ジュジュベになりそうだ。大変だ、大変だ。でもなんか私たちは、うん、あの岩手と宮城だけど、うん、かなり標準語だよね。俺たちはなまってない。なまってねど。標準語を喋ってる。そう、標準語、標準語を喋ってる。そうでございます。ここでね、うん、メールがバンバン来てるんだけど。メールがバンバン来てる。やった。そういえば先代ほら、八幡さんの。あ、そうだ、そう。ちょっと時間切れでね、お読みできなかった分。そうだ、お読みできなくて、八幡さん、すいません。八幡さん、先週はお便りをありがとうございました。たくさんいただきました。ご親戚の方とかね。ご親戚の方も。たまたまもう終わりだったのでね。ご読み、ご読み上げられなくて、すいません。大変申し訳ございませんでした。なんとですね、今日も火星人さんから来ておりまして、わー、はい、かえちゃん、はい、うん、ネタじゃなくて替え歌ネタを考え中の火星人です。おー、はい、かわいいかえちゃんと魅惑のひとみんのミリオンキッス、うん、これはなんと2回目だね。楽しみにしているよ、うん、2人とも寒くなってきたので、お体に気をつけてねっていう優しいお便りです。優しいお便り、火星人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。愛がいっぱいになるでしょ。主任、はい、団長主任ちゃんから。お、杉ちゃん、杉ちゃん、ありがとう。ひとみさん、かえでさん、今回もスタジオ遊びに来ました。今日も元気いっぱいで楽しい番組になるよう頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。火星人とスギちゃん、ありがとうございます。いつもメールくれてありがたいですよね。ありがたいです。かいちゃんの持ってるのこれ何？これはね、なんだろう、クマ。クマちゃんじゃないよ。おそけど違いまでこれ。ちっちゃい、大きい猫ちゃん、すごい立ってる猫だ。立ってるのはずっとクマみたいだけど、ね、今日はね、うん、ファンの方から猫ちゃん、猫ちゃん、マイメロちゃん、マイメロちゃん、マイメロのツリー、うん、で、あとすごいすごい、あとツリーもう一つあったよね、カイちゃんのね。チュリー、チュリー、チュリー、あの、うん、うん、あれ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 、猫ちゃんのチュリー、ね、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。感謝でございます。猫好きなんですね。猫大好き。うちもミーコって飼ってたんですけど、亡くなっちゃって寂しいですね。寂しい、猫ちゃんを泣き、ね、なんていう猫飼ってるわ。ね、カエデちゃんです。カエデちゃんって言うんだ、うん、すごい、同じ名前なんです。同じ名前なんだ。可愛がってます。よかった、よかった、よかった、ね、ここでね、はい、なんと PV 映像を流れるお時間になっておきましたね。はい、そうです。2人の、うん、はい、楽曲、楽曲、デビュー曲、はい、はい、雪のテンプテーション、雪のテンプテーション、ん？どうぞどうぞ。
ミリオンキッスです。花言葉は飾らない心をビクトリー。風が変わり心
教えてミリオンキース、はい、教えてミリオンキスのコーナーでございます。あ、ちょっとこれいいですか。はい、はい、ボーサリこちら、みんなやってます。はい、ホッシーさんからできました。ホッシーさんが作ってくれました。これはなんか会員証というか、関所を通るとき、関所を通るときにこれがあるとスムーズにいくわけですよね。まあみんな忙しいですからね、余計な手間がかかんないようにね。そうですね。これはどうしたらもらえるんですか。これはですね、はい、物販、物販で、物販で売る予定でございます。ミリオンキスのライブとかでなんと2000両ぐらいで販売されるそうでございます。詳しくはね、はい、またあの後日お二人の SNS などで、お書きしますので、はい、はい、注目してみてください。はい、教えてミリオンキスは、ミリオンキスのお二人にいろいろなことをお尋ねしようというコーナーでございますけども、まずは今晩12時、はい、なんとね、サッカーの大きなイベントがあります。こちらのゴールキーパーみたいな猫、はい、日本のゴールを守りますけどもね。さあ楓さん、はい、今日日本は勝てますかということなんですけど、どうでしょう。勝てましょう。勝てますということです。はい、根拠のないなんか自信ですけど、ビタミンのオフサイドガールを聞いて、はい、勝てましょう。そうです、そうです。みんなオフサイドガールを聞いてね、日本を応援しましょう。応援しましょう。さあ、続いてはですね、荒川区にお住まいのケイちゃんさんからお便りが来ております。12月になると寒くなって乾燥します。風邪とか引きやすくて困っております。喉とかも痛いんですけれども、何か滋養強壮、風邪の予防にいい食べ物があったら教えてくださいということなんですけども、今日はひとみ城がですね、ひとみ城のおばあちゃん、みなとさん、みなとさんがひとみちゃんに直伝の絵中家に伝わるですね、これを食べたら風邪にならないというのをご紹介したいと思います。まずはどんな食材を。まずはですね、これちょっとあのカッター、カッターでカッターって切るやつ、カッターってですね、ですよ、あのバイボートボートのカッター、はい、包丁で、包丁で、はい、このようにこれ大根です。大根ですよ。大根を発泡スチロールじゃありません、はい、大根です。みじん切りに切ります。みじんではないんですかそれ。これは千切りぐらい、はい、千切り、失礼します、千切りで切っておきます、はい、はい、そしてこれをまずお皿に乗っけるんですか。乗っけましょうか。はい、お皿に乗っけましょう。じゃあ、かえちゃんにもお手伝いしていただいて、はい、じゃあ、よいしょ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 、じゃあ、これはよいしょ、よいしょ、よいしょ、結構大変ですよね、これね。じゃあ、いくつかね、お客様もいるんで、たくさん、まあ、後ほどね、あの歌が流れてる間でもまたお作りしてお渡ししたいと思いますけど、まずこの千切りにした大根をお皿に乗せます。これをそのまま食べるんじゃ芸がないわけですよね。そうなんです。はい、これに何かするのが江中流でございます。そうです。はい、どうするんですか。こちらの蜂蜜。マジか。蜂蜜、ハニーというやつですね。ハニーです。ハニー、これをハニーをかける。かけます。惜しげもなくドバー、ドバッとテレビに見えるようによくね。たっぷりたっぷり、すごい。ちょっとお皿持ち上げてね、あのカメラに映るように。そうですね。はい。以上しないと、こんな感じ。こんな感じで。こんなに。はい。これだけでいいんですか。他にも何か乗せますか。トッピングとか。はい。そうしましたらですね、こちら。はい。クラムチャウダーの素。クラムチャウダー。はい、すごいでしょ。あのスープですよね。一応魚介の。魚介あのこう。はい。お湯で湯煎というか、はいはい、クラムチャウダーね、クラムチャウダーの素をこの大根と蜂蜜の上に、はい、ガバッと乗せます。ガバッとリリースですね。なんて贅沢なんでしょう。贅沢だな。はい、うわー美味しそうだ。なんかあれですね、楓ちゃんのクリームシチューの演技を思い出しますけどね。わー本当ですね。はい、お家に帰ろうクリームシチュー。はい、さらに次はこのリンゴ。うわ、健康的なリンゴ。リンゴいいですよね。東北地方といえばリンゴですよ。リンゴです。これはですね、はい、まあ2個くらいですかね。2個、2個ね。いい数ですね。いい数ですね。2個2個っていう感じですね。2個2個って感じで。2個2個っていう感じ。リンゴを入れます。2個2個っていう感じ。リンゴも入れます。じゃあ2個2個って感じ、はい、そしたら次です。まだ入れるんですね。はい、次はですね、なんと皆さんこちらです。パイナップル。今度はなんか一気に南国な感じになりますけどね。南国です、南国です。パイナップルいろいろね、酢豚とかハンバーグとかにも使えますから、酸味がいいんですね。酸味がいいですね。で、これを、はい、やっぱ違いますね。違いますね。さすがです。港おばあちゃんの便利ですね。国際的ですね。国際的、最適ですね、確かに。最適でございます。そして出来上がりました。ちょっとカメラに映るようにこう、はい、お皿を見せてくれますか。はい。こんな感じです。
さあ肝心のお味でございますけどね、うん、はい、これを誰が食べるんですか。まあ、じゃあお二人でじゃあ試食して、はい、はい、いただきます。じゃあ食べてですね、楓さんに食レポしていただきたいと思います。かしこまりました。カンパニー楓の語彙力が試されます。はい、まずは何からいきますか。じゃあ大根と蜂蜜から。はい、大根と蜂蜜、果たして大根と蜂蜜が合うんでしょうかね。うん、もう生放送ですから編集できませんよ。微妙な表情をしましたけど、率直に言ってどうですか。大根のシャリシャリした、はい、うん、シャリシャリ感と野菜特有のシャリシャリ感が歯ごたえがよく、はい、そしてあの蜂蜜の甘さ が、うん、甘さが人生のなんかまるで癒してくれるみたいで、いろんな人生ありますもんね。辛いこともあるんですけど、はい、この蜂蜜が全てを流して、全てを流してくれます。明日からの影響を、ね、うん、養えるという、はい、まだらにあるこの、うん、何でしょう。さあ、あの一番ちょっと違和感を感じたのはクラムチャウダーなんですけど、上に乗せたクラムチャウダーと大根と蜂蜜は合うんでしょうか。これはですね、うん、外人がズーズー弁を喋ってる感じです、うん、意味不明なんですけど、どういうことなんでしょうか、うん、マッチしてる。マッチしてます。はい、うん、ひとみちゃん、そのむせたのはなぜなんですか。美味しすぎてですか。そうですね。意外と、はい、涙が出るぐらい。涙が出るぐらい美味しい。感動します。わかりました。じゃあ食べながらね、次の質問も来てるの で、ね、お答えしていただきたいんですけれども、はい、江東区にお住まいのしげるさんから。はい、しげるさん、はい、クリスマスも近いんですけれども、うん、彼女が欲しいんです、うん、どうしたら彼女ができますかということなんですけれども、うん、ね、悩んでる方多いと思うんですけど、楓ちゃんどうしましょう。彼女が欲しい、しげるさんに何か一言、しげるさんに、はい、アドバイス。今のままで素敵ですよ。君は昨日までいいということで、今のままで素敵ですから大丈夫ですよ。彼女が欲しいということで、無理に世の中で迎合しないと。そうです、そうです、そうです。時が来ます、時が。しげるさんを好きな人はいっぱいいるので、うん、大丈夫、大丈夫です、はい、大丈夫ということでございます。はい、はい、なんかね、アドバイスになったのかならないのかわからないんですけども、自信を持つということが大事ですよね。そうですね。やっぱ欲しい、彼女欲しいなとか、なんか自分ってつまんないつだなと思ってると、なんか女の子もね、そういう自信のなさが逆に魅力のなさにつながっちゃうので、うん、時が来れば俺はすごいんだぜみたいな感じでいれば向こうから持ってきます。そうです、そうです、自信持って、まあ、女性というのはね、うんうん、犬みたいなもんですよね。追いかけると逃げる、うん、逃げると追ってくるみたいなところがありますからね。すごいですね。で、自分から行かないっていうのも手だと思いますよ。女の子見るとさっとこう厳しさを返して、かっこいいですね。かっこいいです。そうすると待ってと追いかけてくるかもしれませんね。なるほどね、なるほど、勉強になります。はい、はい、どうですか、フルーツは食べてないじゃないですか。フルーツいきましょうか。そうです ね、 ね、どっちからいきますか。じゃあパイナップルから。パイナップル、はい、パイナップルと蜂蜜をつけてクラムチャウダーと一緒に食べるという感じですね。これはいけますね。今ちょっと口ごもりましたけど、うんうん、どうですか、ふるさと思い出しました。港おばあちゃん、港おばあちゃん思い出しました。思い出しますね。美味しいですね。確かにちょっとした風邪だったら治りそうな栄養ですよね。はい、うん、楓さん箸が進みませんが気のせいです。美味しくてびっくりしてます。びっくりしてるんですね。甘いシチューで美味しくてびっくりしてます。甘いカレーみたいですよね。美味しくないから箸が止まってるわけじゃなくて、違います、感動、感動でうーっと止まってるだけで、おーっと思って。いや、美味しいですね、これね。一つね、忘れたものがあって。何ですか、はいはい、これ、干し柿を入れるんです。干し柿ですね。今持ってきます。干し柿、干し柿ないな。干し柿ですね。なんかその辺に置いてある。中に入れてあって、あ、しまっちゃったんですね。そうですね。あ、残念、干し柿。お二人は岩手と宮城なんですけど、干し柿は福島県の、ね、名物あんぽ柿っていうのがありますけど、まあ東北の名産、それからハワイの名産、いろいろ入れて、そうですね、はい、影響を養ってほしいなと思います。はい、じゃあ料理記者歴40年、はい、はい、カンパニー楓さん一言で、うまいぞー。わー、大成功。それではですね、はい、お二人の楽曲の PV なんですけれども、はいはい、えなかひとみ作曲の歌をじゃあご紹介ください。はい、スマイルブギ。
どうぞ。皆さん食べ、チャレンジミリオンキース、はーい、ね、先ほどの、どうですか、レトロさん、お味は、これ見てください、これもう食べてみますね、はい、はい、なんか違う食べ物ですよね、これね
良かったです。良かったです。うん、喜んでいただいて。喜んでいただいたみたいな、ね。でも喉にはすごく良さそうですよ。いやいや乾燥をね、ね乾燥しますね。咳を止める作用があるらしくて、ね、大根とか、ね。クラムチャウダーがね、アクセントになって。そうです。クラムチャウダーが。ね、あ、で皆さん。食べていただきました。なんかサラダというよりはなんかおかずみたいな。あそうですね、おかずみたい、うん、おかずみたい。ね。で前回あれですよね、うん、お手玉を、ね、そうなんです、はい、チャレンジしてもらいましたけども、うん、今回はですね、はい、また日本のね、はい、和の、ね、お土産品ですね。けん玉、けん玉、はい、はい、ね、けん玉の歴史知ってますか？けん玉はですね、江戸時代中期からですねあったんですよ、はいね、お長いですね、うん、ね、はい、で今のですねそのけん玉の形になったのがですね大正10年、ねね、それでですね、このけん玉のこの形になってちゃんとやったのがね、ね明治中期と言われてですね、で広島のですね江草ね、浜地さんという人がですね、作ったらしいです。で今のこのね、けん玉はこの形のね、木の重さとかは、1975年、昭和50年ですね、けん玉協会、5月5日にですね、設立されてですね、今のですね、このけん玉のこの遊びのなるか、ね、競技に、なったんですね。で、現在ですね、2022年ですね、まあ、コロナもあってですね、ネットの方でですね、ワールドカップみたいな形でけん玉のこういう、ワールドカップをやってるんですね。すごい、ね、すごいなけん玉って、うん、で今けん玉ね皆さんの持ってるのはピンクでこうねカラフルになってるんですけども、かわいい、これもですね実はですね、あ、まあ、スノーボーダーの方がですね、ね暇になった時、大雪が降った時にですねヨーヨーと一緒にですねこのけん玉遊んでて、このけん玉がまたで再びですね、90年代2000年代ぐらいにですねまたね再びブームになって、現在のですね形になっております。で今はね競技となってですね2004年からですね、2012年からですねちゃんとしたですねこういうスポーツに変わってます。素晴らしい、スポーツなんですよね。で今日はこのねけん玉をですね、はい、大きなですねお皿の方ですね、これをですね5回先に、どちらがですねこっち、はい、大きな方ですね、こっちですね、大きな、はい、それをですね、じゃあちょっと立っていただいてですね、5回先に、できるか、チャレンジしていただくと、はい、これは下に置くのはこうあれですか、はい、穴が開いてる方を下に、そういうことはない、どっちでも、けん玉の持ち方なんですけども、こういうふうに持って、こういうふうに持っていただくと、鉛筆みたいな形で、これでやっていただくと、こう、乗っかります。はい。はい。はい。バチバチ、ありがとうございます。はい、黒も応援してるぞ、うん、黒も応援してるぞ、ありがとう、もうやるんだ、すいません、ちょっと小入れてくれて、じゃあ、ね、じゃあ用意スタートで、あ、大変だ、大変だ、ちょっと待ってください、大変だ、大変だ、はい、本当だ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 、ごめんなさい、あらららら、すいません、おーおーおー、あ、でもこれで大丈夫ですよ、これで、あ、でも大丈夫なの、これで大丈夫です、大丈夫ですね、はい、これでも大丈夫です、大丈夫です、わかりました、これでも大丈夫です、はい、はい、はい、じゃあ、いいですよ、はい、じゃあ、いきます。5回先で、もう秒数の関係なしで、うん、はい、用意スタート、えい、お、いこう、1回、あ、頑張れ頑張れ、いこう、はい、どう、はい、どう、お、ダメだ、嘘だ、早い、いや、じゃ、早いんだけ、嘘でしょ、あ、ダメだ、あ、ほんと、あ、ひとみん頑張れ、ひとみん頑張れ、あ、ダメだ、おう、ほい、あ、よかった、お、5回 ?4 回、4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 回、1、うん、かいちゃんは瞳待ってるでちゅ、はい、うふ、おいしょ、あ、ダメだ、せーので、はい、ほい、おー、頑張れ、頑張れ、せーの、ほい、ああ、ダメだ、もうちょっと、もうちょっと、せーの、で、ほい、ほい、あれ、ダメだ、なんで、あ、そうなの、こっちだ、せーの、ほう、よいしょ、どっかない、ほい、頑張っ、おー、難しい、そ
持ち方がダメなのかな。こうかな。そう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 。はい。おお。うまい。それはまた技術的な。すごいすごい。ね。これはアウトなの。よし、じゃあ頑張って、せーので、ほい。あれ？せーので、よーい、ちょっと、あれダメだ。なんでダメなんだろう。せーの、ほい。あ、おいちー。あ、あ、せーので、ほい。あー、取った。じゃあ、一回、じゃあ、二人でね。二人で、はい。あ、二人で、はい。もう四回ずつなんで、はい。せーの。はい、はい、はい、楓さんが難しいですね。ねえ、すごい。ぜひですね、ね、お二人またね、けん玉のなんか歌なんかね。けん玉の歌、けん玉、けん玉。で、その中にね、けん玉をこうね、難しいですね、これ。でも可愛いですね、可愛いけん玉。楓ちゃん、うまいね。やばね。はい。けん玉、けん玉ね、難しい。1年前遊んでたら1年前、1年前遊んでた。今ですね、メールが届いてます。はい、メールが来た。あ、しずちゃんから来た。はい、じゃあ読んでもらいましょう。はい、どうですか。ラジオネーム、しずちゃん。しずちゃん、あ、しずちゃん、はい、嬉しいです。嬉しい。はい、ひとみん、かいでさん、なぐも社長、ペトロさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。カエデさんのカレーは、うん、クラムチャウダーみたいな、とっても美味しそうだなって思ってよだれが垂れてます。嬉しいでしゅ、嬉しいでしゅ。ひとみんさんらしい言葉と、私も直接会って話してみます。私の母はとても羨ましくて、お料理を頑張ってきていました。しかし、東日本大震災の時に電気が使えなくなり、カップラーメンしか食べられなかった、だそうです。はい、日清のカップラーメンを食べて、こんなに美味しいごちそうが食べられるなんてって泣いていました。はい、クイズの質問は分からなくなってしまいましたが、ミリオンキッスは永遠に可愛いです。応援しています。まあ、ありがとう。しずちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。優しい、しずちゃん。優しいですね。優しい。前回のも見ていただきありがとうございます。ね、ありがとうございます。嬉しい、ね。会社の方も。はい。はい。ケイジです。お。カエデちゃん、ひとみちゃん、今晩のクロアチア戦、日本は何点入れて勝つか予想できます？ああ、なんとなくですけど、うん、1対0、お、日本が1、やった。クロアチアが0だと思います。楓さんは？じゃあね、日本が2、お、クロアチアは1、1、うん、なるほど。2対1。はい、やっぱり日本が勝利、ね、日本が勝利です。今日もね、うん、深夜にやるんですよね。そう、10時からです ね。起きてるのかしら、みんなは。みんなは起きてます。俺が寝るぞ。寝るの？黒は寝るぞ。寝ちゃう。そっか、僕の名前は勝手に黒と。黒ちゃんなんだ。つけたんだ。こんなゴールキーパーみたいな格好してるのに見ないの？ねえ。あ、落とさないでよ、黒ちゃんのが。大事にしてちょうだい。可愛い子なんだから。守るんですね、ゴールキーパーが、うん、ね。僕は強いんだ、ゴールで。すごいすごいすごいしよう、すごいよくれて。他には誰かなんか来てるんですかね。 あとですね、はい、こちらに来てましたね。はい、はい、なんと、なんと、はい、ペンネーム塩風神秘さん、ほう、はい、ひとみんさん、かえでさん、こんばんは。こんばんは。12月になってものすごく寒くなりました、うん、冬になると鍋の季節ですね、うん、お二人に質問します、うん、好きな鍋を教えてくださいっていうことです。はい、はい、ね、好きな鍋、なんかいろんな ありますよね。ありますね、うんうんうん、はい、ひとみはですね、はい、やっぱり牡蠣の名産地松島、はい、近いので牡蠣鍋。牡蠣鍋、はい、いいですね。美味しそう。
はい、かえちゃん。かえちゃんはね、豆乳鍋。豚汁？豚汁じゃねえ、知ってるよ、私。豚汁を豆乳鍋。豆乳鍋って、豚汁は味噌汁でしょ。知らないと思ってた。豆乳鍋。豆乳豆乳鍋。豆乳ね。豆乳鍋だね。やっぱり鍋の季節だから美味しいですもんね。美味しいです、すごく豆乳鍋ね。そうそうそう。あ、マロニーを入れるのが好きです。あ、そうなんですね。はい、あ、なるほど。はい、宮古では豆乳鍋が流行ってる。ね、クックパッドで見て、うん、それから作るようになった。ね、父ちゃんと母ちゃんは食べたことないけど、私が自分で作ってしまいました。そうなんですね。はい。うん、分かりました。じゃあそろそろですね。はい。ね、ライブのコーナーにね、はい、移りたいと思います。はい。はい。ね、はい。はい。立ち位置は、うん、こっちですかね。はい。はい。ね、お客さんが近いから恥ずかしい。本当だ。ね、こんなに近くで。どうでしょうか。カメラでいいでしょうか。いいでしょうか。そんなにアップで。歌ってくれる曲はあれですよね。そうです。新曲です。新曲。はい、ね、10曲目になりますね。10曲目になります。はい、ね、はい、はい。それでは、うて、うて、聞いてください。Rainbow, are you ready? Of course, I'm down. Let's go, Johnny.しっかり握れ、夢に向けて打って打って打ちまくれ、ファイヤーファイヤー、弾丸込めて狙い定めて待ち続けていたこの時、心のピストル手で引く紅蓮の炎が未来に繋げる、さよなら言おう、昨日の自分に迷う前に打て、強く信じて踊りながら打て、簡単だから、飼いならされた猫はやめたい、愛と希望に
いしょよ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 いしょすいません、はい、ミリオンキス TV 盛りだくさんですからね、いろんなコーナーライブも見れて、ライブも見れて生放送でいいですよねこれね。幸せですか？幸せですよね、幸せですね。さっきのお料理で皆さん顔そうなんです、あの PV とかね流してる間に皆様に先ほどのひとみちゃん特製のはちみつ大根、クラムチャウダー、何でしたっけ、リンゴ、リンゴパイナップル、パイナップル、はい、これはなんか入れりゃいいってもんじゃないんですけどね。まあ多分元気になると思います。はい。素晴らしい。喉が、ね。今ねまたね風邪とか引いてる方もいらっしゃると思いますけどもね。ご家族でもしね、はい、風邪の症状がありましたらぜひこれをお試しください。お客さんはやけにお水を。そうですね。しょっぱかったんでしょうかね。塩分があれですかね。蜂蜜が足んなかったんですかね。足りなかったかもしれませんね。まあ好みに応じてね蜂蜜は調整してください。うん、はい。クラムチャウダーも多く入れたりね。そうですね。そうですね、魚介が好きな方はいいかなと思います。はい、それではですね、視聴者の方にプレゼントの本でございますね、はい、今日の本はお二人が好きなお魚にちなんだ本でございます。お魚ミステリー日和でございます。ひとみちゃんも読んだミステリーですけど、そうですね、はい、ご感想いかがでしたか、はい、お魚一匹一匹にトリックが入ってます、うん、本当ですか、すごい、お魚にトリック、これはすごいな、すごいですはい、なんか人も絶賛の本でございます、はい、こちらの本を今日は、はちみつ大根記念ということで何名の方に、そうですね、はい、今日はですね、うん、たくさんのご来場のお客様のため に、はい、ために、はい、9000名の方に、9000名の方にこれ番組史上初ですよね、9000名、すごいすごいです、倉庫に3000しかないのに、ね、9000増刷してください、わかりました、はい、じゃあ欲しいという方はどうしたらよろしいですか、はい、はい、こちらのですね、はい、メールアドレスを申し上げます、はい、senju@cwave.jp senju@cwave.jp までメールください、はい、よろしくお願いします。9000名ですからね、おそらく当たりやすいと思うんですけど、当たりやすいですね、まあ、今日が12月の何日でしたっけ、5日ですから、まあ来月1月の5日になっても届かない場合は残念ながら外れたと思って、お近くの本屋さんでご注文ください、よろしくお願いします。では番組の冒頭に出しました、はい、ミリオンキスクイズなんですけど覚えてますか、はい、こんな問題でした、はい、ひとみんの回転寿司に二皿目は何ですか、はい、はい、一皿目は何でしたっけ、マグロです、マグロ、マグロ、楓さんはまだ発表してないんですよね、まだ発表してないんです、はい、じゃあその辺も含めて先ほどですね、はい、回転寿司に行く時間はなかったんですけど答えだけ録画で収録してありますので、はい、後でねなんかこれね詐欺だと言われるといけないので、うん、あらかじめ2皿目のひとみちゃんの注文の、うん、まあ趣味といいますかね、これを録画しておりますので、はい、ここでご覧いただきたいと思います、はい、ディレクター大丈夫ですか、準備は、はい、ではどうぞ。はい、意表をつきましたけどもこれはマグロといって次に納豆巻きに行くというのは何か3つ目に備えての助走というか準備というかあるんですか、うん、マグロが大好きなんです、ね、はい、で次はやっぱり自分でも納豆ご飯が好きなんで納豆が好き、はい、で次はまたマグロなんです、はい、でまた次は納豆なんです、はい、マグロ納豆マグロと納豆のリフレインなんですね、永遠にこう続くわけです、ね、そうですね、じゃあいくら軍艦とか食べない、あ、そうですね、ずっとそれが、ずっとそれなんですね、これは難しい問題が、問題というかあれでしたよね、さあ、正解は納豆巻きでございました。正解者の中には抽選で1名の方にこちらのねミリオンキッスの特製のリングノート差し上げたいと思いますけど、さあディレクター今日は納豆巻きと書いてくれた方はいらっしゃいましたでしょうか、ゼロ、わー残念、はあ、残念でしょ、難しかったですかね、難しかったですね
ちなみにレトロンさんは2皿目何ですかね。僕ですか。はい、僕は、卵とか。卵でいくんですね。でも必ず2皿目まで決まってるわけじゃないですよね。その日の気分でね。レトロンさんは最初何でいくんですかね。やっぱイカ、イクラの軍艦でしょうかね。いくら美味しい。美味しいですよね。はい。皆さんそれぞれね。はい。ありますもんね、はい、今日もね楽しくお届けしてきたんですけど、いろいろじゃあ告知がありますので順番にじゃあ、はい、ここで、ご紹介したいと思います。まずは、今月の12月24日ですね、はい、ね、江高ひとみさんのですね、スマイルナイトっていうのがございますね。でこちらの方にはあのカンパーニ楓さんもですね、予選で1位を、わあ、ありがとうございます。ひとみのねカバー曲選手権前回の優勝者はひとみナイト7ですね。ひとみナイト7、はい、蒲田ニューエイトでありますので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、そして何か画像が順番に出てきますかね、井上さん。はい、はい、これだこれですね。来年の2人のライブ予定、うん、はい、ひとみナイトですね。はい、あ、ミリオンナイトですよ。ミリオンナイトこれが東中野のミュージックシェットイエス、美味しい焼き鳥屋さんの2階にありますので ね、 ね、もうこれもう1年分決まってますね。2月17日と、5月12日と8月18日、はい、ね、全部金曜日です。はい、フライデーナイトは東中野で、はい、お願いします。続いては、はい、これは T シャツですね。わ、かわいい、かわいい、かわいい、ブルーとエンジンっていうか、ターコイズとですね、あのバーガンディっていうんですかね、これはなかなかない不思議な色ですね。不思議な色って欲しい色ですね、うん、これなんと25着限定っていうね、各25着、あ、25着ですので ね、 ねプレミアつきますので、ぜひ、ね、はい、ね、ぜひぜひ皆さん来てね、お願いします。この色での生産はもうやらないってことですか。はい、来年早々にね、ライブ会場などで販売しますので、ぜひお買い求めください。さあ続いてはなんとミリオンキスが CD がファーストアルバム出ます。ミリオンサンクスという曲なんですけどね、これが、3月上旬から中旬にかけて発売されると思います。それのレコ発記念キャンペーンが3月21日中野名曲堂でありますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、ミリオンサンクスという、ね、アルバム、これは音楽用配信は3月7日から、はい、レコチョクとか iTunes で販売しますので、こちらもダウンロードしてください、はい、これが名曲堂のね、はい、名曲堂ですね、はい、あ、いいです ね、 ね、はい、今日も楽しくお届けしてまいりました。そうですね、はい、あっという間ですね。あっという間です ね、 ですね、なんか10分ぐらいしかやってるような気がしますね。ね、あっという間でしたね。いいです、あの時早いような気がしますけどね。最後はどうやって終わりますか。じゃあ手をつないで、はい、ビクトリーでいきましょう。はい、はい、3、2、1、ビクトリー。ありがとうございます。